はい、皆さんこんにちは、マネルグルビッシュです。では今回はアーツオブアイアン4、アメリカ軍プレイの続きをやっていきたいと思います。で前回ですね、日本を下していよいよ欧州戦線、ドイツに上陸をかけて戦っていくというところだったんですが、リハーサルをしたんですけど、ドイツ軍強いです。まともにいきなり上陸をかけても押し返されてしまうというのがよく分かったので、今回はですね、もう正攻法で、まずアフリカ、そしてイタリア、最後にドイツと段階を踏んでね、攻略を行っていきたいと思っています。まあ、ただですね、アフリカに戦力を集中させていると、ドイツがですね、レニングラード、そしてベルリンと、ごめんなさい、モスクワと攻略をしてしまうので、それを避けるためにですね、我々としてはまずアイスランド、さらにノルウェー、ここに強襲上陸をかけて、奪回、さらにですね、フランス領にもちょこちょこちょっかいをかけて、ドイツ軍の戦力を分散させるというのを行っていきたいと思っています。では早速、時間を進めていきましょう。で師団の方なんですが、マッカーサーのところに5つの軍団を配備していて、これが主に欧州戦線、アイゼンハワーの方に同じく5つの軍、50師団を用意していて、これが主に、アフリカの方で戦ってもらうという軍になっています。もうすでにね、敵の海軍はほぼ壊滅状態にしていますので、あんまり本国の守り軍を割かなくてもいいのかなと現状では思っています。では時間を進めていきます。研究の方はですね、核の開発を進めるのと同時に、今後はですね、まあ、主に対戦車砲兵、さらに戦車、このあたりを重点的にやりつつ、陸軍のドクトリンもね、開発進めていこうかなというふうに思っています。では着々とね、今お話した段取りで、軍の方を展開していきましょう。もうすでに強襲上陸の指示、アイスランド、さらにノルウェー、には出してあります。さらにアフリカ大陸の方にも強襲上陸と軍の展開の指示を出してますので、軍の配備がね、完了するのをまずは待ちましょう。と同時にちょこちょこちょっかいを出す必要があるので、早速なんですが、フランスの方に強襲上陸をかけていきます。強襲上陸してピンチになったら戻るっていうね、まあ、そういう戦い方がメインになるんじゃないかなというふうに思います。とにかくね、ドイツ軍強いんで、そのドイツ軍、強いドイツ軍の兵力をどう分散させていくかというのがね、一つ勝利のためのキーになるかなと思っていますんで、多方面的に、同時にさらにね、作戦を展開していくというのが今回のね、主な目的になっています。アフリカの方でね、解放を進めていけば、ドイツ軍としても戦力はね、大幅ダウンするんじゃないかなと思うので、まずはそこですかね。あとは地中海に艦隊いきなり派遣するとですね、実はイタリア空軍が強くて、空母を失うと、しかも一隻二隻じゃなくて5、6隻失ってしまうというのがリハーサルで分かったので、地中海の方にはね、一度艦隊を送り込まないで、まずはね、アフリカ、あとはアイスランド、ノルウェー、ここの解放を先に行いましょう。アフリカの方はね、コロナウイルスの状況とかどうなってんでしょうね。ちょっとあんまりね、アフリカのニュースっていうのはあんまり聞かないですけど、今はやっぱりヨーロッパがね、激震走ってますからね、そのヨーロッパで、まあ、どうなるのかっていうところだとは思うんですけど、ヨーロッパはね、フランスに2、3年前パリに行ったのが最後かな。僕としてはね、もうタイの方に遊びに行けないっていうのがね、なんとも寂しいなというところなんですけど、まあ、こういう状況なんでね、もちろん安易にタイに入国もできないですし、今だと多分会社の方にも報告をしなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよね、海外に行くってなると。今までだと別に休みの間に何してようが構わないっていう状況だったと思うんですけど、さすがにね、こういう状況になってくると
会社の方に報告してねって多分なっちゃってんじゃないかなとは思うんで、ちゃんとそのあたり確認してないですけど、だとすればなおのことめんどくさい、まあ、そういうことになりますからね。さあでは軍の方展開を続けていきます。ここでレニングラードが陥落か、思ったより早いな。モスクワは何としても守ってあげたいからね。アイスランドは降伏早速してますので、ノルウェーの方の上陸なんですけども、北から、このノルドノルゲーから入る部隊と並行して、南からベストランにね、上陸して北上する部隊、合わせて20師団をノルウェーの方に投入しましょう。ノルウェーの方の上陸作戦進んでますね。南から10師団、北から10師団、合わせて20師団を投入する、まあ、割と大規模な作戦になると思うので、アイルランドに続いて、ごめんなさい、アイスランドですね。に続いて、このノルウェーのね、解放戦をやっていきます。まあ、しっかりこのノルウェーもね、解放してあげれば、より、敵をね、追い詰めることができるというふうに思いますので、しっかりやっていきましょう。まずは作戦のね、初期段階で戦勝するというところからですかね。では時間を進めていきます。はい。そしたら、ノルウェーの方ね、まあ、苦戦しつつも、なんとか進軍しているという状態なんですけども、モスクワが、ちょっと危ないかなという感じになってるので、再び、フランスの方にね、上陸をかけて、ドイツ軍の目線を、反らせればいいかなと、いうふうに思ってます。なんとかね、
踏ん張ってもらいたいなという局面なので、軍をね、展開を急ぎましょう。アフリカの方、まあ、順調かといえば、まあ、ちょっと微妙なところもあるんですけども、軍自体はね、進行を続けていて、少しずつ解放をしているというところで、まあ、全体の約3分の1ぐらいは解放できたのかなというところですね。このままアフリカの全土をね、解放していければいいかなというふうに思っています。このまま進めていきましょう。ではね、プレイの方進めているんですが、なかなか、ドイツ軍硬いですね。アイスランドは解放して、ノルウェーは今解放中。で、アフリカ大陸の方もね、まあ、じりじりと、少しずつ解放を進めているという状況です。で一方、あまりうまくいっていないのが、ドイツのね、本土の方なんですけども、レニングラードが陥落した後、ソ連もじり貧。我々の方もね、フランスの方にたびたび上陸かけてるんですが、撃退されているというのが、まあ、続いているので、作戦の目標としてはやっぱり先にノルウェーを解放して、アフリカも解放しつつ、海軍戦力をね、もう一度増強中なので、海軍戦力を増強したらですね、イタリア攻略のために地中海に海軍を、派遣していこうかなというふうに思っています。ではね、ちょっと今回あまりなかなか見どころ少なかったかもしれないんですが、まあ、作戦はね、確実に進んでいるということで、次回この続きをまたプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続き、よろしくお願いいたします。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。